はい。つむぐチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。奈良支部長の山崎です。今日はどうして今産業ケアマネが必要なのか、少しお話をさせていただきます。えー、介護の社会課題ってね、皆さんいろんな課題を思い浮かべられるかと思うんですが、最近よく聞くのは介護離職の問題ではないでしょうか。今でもね、年間約10万人の方が、え、介護を理由に仕事を辞められているというデータが出ています。そして2030年には、 働きながら介護をする方がなんと318万人に達すると言われているんですねで。介護の問題っていうのは、介護保険の中だけではなくて、企業の働く場ですね。そういった介護保険の外でも起こっているんだっていうことを、まず知ってください。そして、えー、産業ケアマネは介護保険制度の外に出て、そういった方たちを支援するケアマネージャー。 専門のケアマネージャーになります。ご興味ある方はぜひ、つむぐ会のホームページをチェックしてみてください。それでは。